やはりその草だけで搾った牛乳にはよりまたいろんないい成分が効果が含まれるとそうなんですね、ということで、はい、それで本当に 100% 草だけに切り替えていこうということでですね、そういったことで、このバーガーオーガニックっていう方向にも進み始めました。初めはこのトロケっていうので先ほどのチーズですね、はいはいはい、それが一番初めにスタートしたんですけど、はい、やはり徐々にいろんなお客様からやはり牛乳とかヨーグルトが欲しいという声をいただいているので、それで2014年度にこの今のカフェと工場を新しく作りまして、でそれから牛乳、ヨーグルト、あとアイスを始めました。放牧地の草の量を測定しながらしっかりと放牧している農家って北海道ものすごく少ないですよね。なのでこれをもっと普及できればもっといいな、効率がいい放牧っていうのができるようになると思うんですね。そういうのを広めるっていうのも僕の仕事だと思います。牛舎を5年ぐらい前に建てて、はい、であと、まあ、どの地域もそうですけど、ヘルパーさんの問題もやっぱりあって、で、やっぱそこも人材少ないので、はい、ちょっと自分でじゃあヘルパーの会社作っちゃおうって原油価格だとか物価上昇だとか、もうこういう問題もあるので、まあ、そこも重なるように二重苦三重苦になってるんで、まあ、僕もしっかり対応しながらというふうに思うんですけど、いつか振り返った時にあの時大変だったけどみんなで乗り越えたよねって語れる日が絶対来ると思う、まあ、そこに向けて本当に皆さんともしっかり頑張っていきたいと思いますので、はい、はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。笑顔でお願いします。